このチャンネルは南いつきのゲーム実況動画を編集したりしなかったりで投稿するものです。実況が苦手な方にはおすすめできません。あとボリュームを最適にしてパソコンから1メートルは離れて最後までご視聴してください。はい、皆さんこんにちは、一輝です。アルカディアスの戦姫実況プレイパート24始めていきます。さあ行こうか。嵐の降下、姫戦闘で事態は深刻になる一方、何を追い何と戦えばいいか分かりきった答えが次第に闇に消えていく。それでもプリムたちの仕事は戦うこと、それだけなんだ。で、任せて。レベルが変わっちった。任せとけって。まあいいでしょう。血が騒ぐな。よし。ほ。あれ。ちょっと待って、なんかコントローラーの認識がちょっとおかしかった。散れ。ふ。ちょっと焦った。そりゃ。ほ。散れ。ふ。で、まあいるよね、それは分かってる。お前か。やべえのがいる。怖っ。あぶね。撃ってくんじゃねえよてめえ。まだいたよな。ふう。よし。で、あくそてめえ。ふっ、あの野郎やりやがった。てめえこら、イエロームーン。おっと、クソやりやがる。よし、シュリオンのハサミ。ふう、ぶち抜け、ぶち抜け。で、あるよな、それは分かった。いることは分かった。ほっ、よし、2体ずつ出てくんじゃねえんだよ。ふっ、おら、よいしょ。とっちね。ふう。ん？まだあるのか。いや。で。いや。ほ。は。はっちね。つい。ちね。は。よし。しょ。ちね。で。ほ。とっで。つい。ちね。よし、おっそい球が来た。
よし、あとは散れ、つい、お、散れ、散れ、くっ、つい、つい、うわー、おー、コンボ絶対途切れるんだけど、ぶち抜け、サソリはダメだ、散れ、やっ、せよ、とん、は、せよ、宝箱の色が違う、レアアイテムか、死ね、で多分もうちょい出てくるんだろう、前か、いけ、ガードすんじゃねえよ、とやっとりゃ、よし、ほっ、やっといけ、微妙な出方をするな。死ね、はい、せや、トップ。死ね、やっやっ。おら。せや、いけ。やっいけ。よし。お疲れ。オッケー、コンプリート。結構レベル上がってるな。ガン、ブラストガン、お、増えた増えた、番外編その11、超乱戦、まずいな、武者修行、すいません、本当にすいません、調子に乗りました、僕も少し強くなったなーとか思ってごめんなさい、ラツくんだルドさん行く？任せて。ルドを上げてるか。合点承知。本当に大丈夫？うわ。俺と本気で戦うの？一人で？怖いよ。ちょっと大きいよね。ちょっとじゃねえよ。そうかな。いつも戦うのと同じくらいだと思うけど。そうなんだけどさ、やっぱりそばで見ると威圧感が半端ないというか。どうする、うん、やっぱりやめる、やっぱり無理はしない方がいいよね。情けないぞラーツ。どうした、自分が言い出したことだろう。そうなんだけどさ、まだちょっと早いかなって。そんな気構えだからダメなんだ。ほれやってみろ。何？ポチッとな。ユニってば何してるの？ダーツのためにあれを動かしてやった。ですよね。だろうよ。え？まさかそんなことできるわけ？だって起動ボタン押したんだもん。うわ、動いた！すごい！やめてください。死んでしまいます。ちょっと待って、ユニちゃん何してくれてるの？さあ行け。行って砕け散ってこい。死ぬわ。砕け散っちゃダメだって。なんで砕け散ることが前提なの？これやべえ。あったかい。まあラツくんないんだけど。ストップ。ほらよ。うわ、突っ込んでくる。身を守れ。ほらよっと。大丈夫だな。それ絶対いいよこいつ。それ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 やおらさ3000くらいは一気にくれるな。よしそれおらこいつそんな強くねえじゃん。どりゃ
何しやがんだ。それ、そんなことない。お、それ。よし、終わり。一回に強くなかった。拍子抜けたわ。ログレスの爪。さすが俺様。多分レアアイテムかな。普通は多分鱗とかそんなだろう。エース、ヤッホー、一発でエースだぜ。クレスト棒。お疲れ様。なんとか倒したラーツくんが。うん、お疲れ様。大丈夫？気分悪いの？死ぬかと思った。うん、そうだね。気分が悪いというか、反省してるだけだよ。おいラーツ、気が済んだか？はい、これ以上ないほど気が済みました。もう二度とないです。ありがとうございました。すっげえ落ち込んでる。別の場所にもう一機あると聞いたが、行ってみるか。ああ、行くの。僕の話聞いてました？二度とごめんだって言ったじゃないですか。もう一個あるの？また遊べるの？ぶっちゃん、なんで喜ぶの？喜んじゃダメだよ、危ないよ。なんだ、行きたくないのか？もう十分です。もっと強くなりたいとか、姫を守れる力が欲しいとか言っていたお前はどこへ行った？カロースさんがすげえ熱くなれよって言ってる気がするんだけど。やめてください。なんでバラすんですか。ほんと勘弁してください。貴様を立派な男にするために、すでに次の候補地は。やべえ、師匠と弟子になってる。行きませんよ。今そんなことを言っている場合じゃないでしょう。なんでカロースさんまで乗っちゃうんですか。やめてくださいよ。行かないの？落ち込まないで。戦姫がご所望だぞ。ピンチ。また今度にしよう。ね。約束だよ。絶対だからね。うん、絶対。ちゃんと約束するよ。これ行かなきゃいけないフラグで。それでは、2週間後に予定を入れておいて。早いよ。早くないですか？やったー！ 2 週間後。喜ばないで。あのね、プッちゃん。ちょっと早すぎると思うんだけど。大丈夫だよ、ラーツ。次は一人で倒せるように頑張って稽古つけるからね。決まりだな。次は一人で兵器と戦ってもらうから。本当に言ってんのそれ。そのつもりでいるように。ラズク死んじゃう。そんな。ラズ、頑張ろうね。でしたか。In the dark、怖。この戦いはいつまで続く？え？あ、ストーリーか、これ。びっくりした。2週間後の話かと思った、これ。怖っ。この戦いはいつまで続くのでしょう。どこまで行けば未来がある、終わりが現れるのでしょうか。戦うことが全て、今はそれだけしかわかりません。任せとけって。任せて。合点承知。合点承知。やっちやるぜ。普通に戦いだな。そりゃ。ほらやっと、そりゃ、そりゃ、ヌートジン空中戦使えないからきつい。結構やりづれ。ただ俺はヌートジンで行かなきゃいけないんだ。気づいたらそりゃ、オデット姉さんよりレベルが低くなってた。そりゃ、ふぅ、それ、あらせが来た。それや、それ、それや、それ、それ、それ、全然当たんねえ攻撃。ほらよっと、ほらよっと、それや、そう、それや、よし、それ、まだ来んのか。それ、それや。それ、よし、一発かませ。
やったか。よし。え、おい。びっくりした。お前らマジか。数が多すぎる。おら。こいつらやべ。俺が落ちる。そんなことはさせ。やばい。スローかけられた。くそ、空中でボコボコにされてる。そりゃ、よし戻った。お前らマジか。ぶっ飛べ。よし、あっぶんでボコボコにされてるな。いや怖い。よし、これでレベルアップできるんだろう。こっちよ。オッケー。おう、それ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 と、クリアすることが先決。これそれそれや、落ちろ。よいしょ、あるか。ぶっ飛べ。このクソ骨パンダが。それそれやそれほそれやそれそれ、よいしょ、オッケー。そりゃ、ふぅ、でそりゃ、そりゃいるよね。そりゃそりゃ、倒しきれてなかった。そりゃそりゃ、ふぅ、ぶっ飛べ。あともうちょいで終わるだろう。こっちの、ほら、よし、あと何体。そりゃ、こっちを一発かますぜ。いけ、ぶっ飛べ。そりゃ、全然決まらん。絶対どれ、こいつイラッとする。ふっ、どれや、おら、どれや、よし、なんだ来るか。落ちろ。どれや、どれ、落ちろ。とう、それどれや、どれや、よっ、どれや、くっ、無理や。とう、どれや、落ちろ。よいしょ、終わりか。まだあんのかよ。なっけえな、このステージ。それ
オラぶっ飛べ。ふっやばい、お前らまずい。おりゃあおりゃあおりゃあそりゃあふっそりゃあ。おらよっとくっそ、おらよっとおらよっと攻撃が間に合わねえ。おらよっそりゃ、よし、おらよっと絶対敵機が多すぎる。空中コンボ決まりすぎだよこれ。おらよっとおらよっとおらよっと、きっつこれ。おらよっとおらよっとおらよっと、おらよっとおらよっと、そりゃおらよっと、ほんと止め、そりゃ氷嫌いなんだけど、放火もできないけど殺す。前ら早い、動きが早すぎる。チェンジ、俺様登場で、ラストかな、そろそろ。それまだあるか、ぶっ飛べ。どれやまだありそうだな、ぶっ飛べ。くっどれやぶっ飛べ。一発かます。おら、ふうそれどりゃよ、うりゃうりゃどりゃ、どう、それどこまで飛んだあいつ。それそれ、お、よしで、さすが俺様。 OK か、いや時間があった。まあクリアできたから D でいいだろう。ゼネラルアックス、そんなに使えなさそうだな。おう、あ、いる。プッちゃん、どうしたの。ゆるかおじさんがいないかと思って。違うか、ルールになっちゃったから見てもわからないんじゃないかな。やっぱりそうだよね。プリム、いい加減諦めろ、見苦しいぞ。それとラーツ、あまりプリムを甘やかすな。ああ、ごめん。甘やかしてるわけじゃなくて、慰めてるつもりだったんだけど。どちらも同じ、無意味なことだ。どうしてそんな言い方をするの。なんかユニがラスボスっぽいんだよな、これ。はいはい、喧嘩はそこまで。プッちゃんが困ってるから、もうやめてね。あれ、意外に仲裁役にもなるの。言い争いよりも先になさねばならないことが山ほどあります。早く次に向かいましょう、うん、子供にたしなめられるとはな。まあいいさ、行こう。おしさん、見つけてあげられなくてごめんね。仕方がない。ぶっちゃん、戻ろう。みんな待ってるよ。うん。ねえ、ラーツ、戦姫ってみんなどんな風に見てるのかな。
希望かな。みんなの憧れとか。僕はずっとそういうイメージだったよ。へえ、そういう風に見てるんだ。もっと危ないものだって言われてると思ってた。だって私兵器だし。難しいとこだなこれ。僕はプッちゃんを兵器だと思ったことは一度もないよ。行こう。みんながプッちゃんを待ってる。それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。 Twitter のフォロー、チャンネル登録いかがでしょうか。次回もよろしくお願いします。